米ニューヨークに新たなヒーローが誕生した。ドミノピザの従業員あるバシリーさん21は先月29日午後6時頃熱々のピザを携えてマンハッタンのウエストアッパーサイドを自転車で走っていた。その時警察官が一人の男を追いかけている現場に遭遇。 CBS2 によると男は止まれと叫ぶ警官を尻目にバシリーさんのそばを走り抜けていったという。バシリーさんはおまわりさん、僕が捕まえるよと叫んで追跡を開始、男のすぐ後ろまで自転車で近づいてから飛びかかって押さえつけた。男は体をよじって逃げ出そうとしたためバシリーさんは男の上に座って警察官の到着を待ち、その身柄を引き渡した。そしてすぐ本業に戻り、30分のデリバリー期限内にピザを顧客の元へと無事届けたという。ニューヨーク市警20文書のフェイスブックによると、追いかけられていた男はロベル・アン・ブリスター17、捕まる1時間ほど前に仲間5人と共に女性の髪を引っ張るなどの嫌がらせをし、エコットを強奪して逃げていた。また、逃走した時に偽造した50ドル札が大量にポケットから落ちたことから、強盗に加え、紙幣偽造の罪にも問われることになった。安価なものを偽札で購入し、お釣りを騙し取る手口を使っていたようだ。ニューヨークのビル・デ・ブラシオ市長は、バシリーさんをヒーローと呼び、ニューヨーカーにとってドミノピザを食べることを検討する唯一の理由は、バシリーさんがデリバリーを担当していることだと発言。ドミノピザ本部のスポークスパーソンも、地域社会の中で力を発揮した配達人と彼の行動を心から誇りに思いますと、FOX ニュースの取材にコメントした。バシリーさんは2ヶ月前に西アフリカから渡米したばかりだとか。